トベ所属の三宅県も驚き、平野市用のグルテンフリー生活が追い風となるデビュー計画。今回は元 V6 で現在トベ所属の三宅県44歳が8月22日に行った YouTube 生配信について注目の話題をお伝えします。この生配信ではトベファミリーで行われた食事会について報告がありました。 そして、そこで驚きの事実が明らかになったのです。平野の仕のグルテンフリー生活。食事会で明かされたことの一つは、平野の仕26歳、の小麦アレルギーと、彼がグルテンフリーを心がけていることでした。この情報に、ファンからは驚きの声が上がりましたが、一方で女性編集者は、活動が順調そうであることが透けて見える、と語っています。 食事会の席順は、三宅の左右に平野と神宮寺雄太、十五歳、が座り、平野の隣には平野に憧れているイムプエの佐藤二十二歳、が並んでいたとのこと。三宅は、平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを全部真君にあげてた、と微笑ましく回想しています。アレルギーの話から、三宅は、 平野がグルテンフリー気をつけているって言ってたから、食べに連れてってあげたい餃子とかあるんだけどさ、餃子もダメじゃんと言いつつ自身もグルテン抜くと調子良くなったりするとも聞くから、ねと驚きを示しながらも興味津々です。小麦アレルギーとグルテンフリーについて。それでは、小麦アレルギーとグルテンフリーについて詳しく見ていきましょう。 小麦アレルギーは大人になってから発症するケースもあれば、子供の頃からあるものが大人になるにつれて改善することもあります。平野志洋さんは過去にテレビで小麦粉を使った食品をせつっている姿が見られたり、インスタグラムのストーリーズで小麦アレルギーについてもうなくなってきてる、と回答していたことから、常時気をつけなければいけないわけではないようです。 一方、グルテンフリーとは、小麦に含まれる、グルテンを摂取しないライフスタイルのことです。セリアック病患者や小麦アレルギーの人々のために開発された食事療法であり、美容意識の高い海外セレブたちにも注目されています。日本でも、ローラさんやガクトさんなどがグルテンフリーを実践しています。グルテンフリー生活は、 肌質や体質の改善に寄与するとされ、徹底的に制限するのではなく、なるべく切らないようにするゆるい取り入れ方が人気です。平野の仕様のグルテンフリー生活から見えるもの。 平野の仕様は以前からグルテンフリー生活を公言しており、肌の調子を整えるために内側からケアすることや、ドラマ撮影中にグルテンフリーの食事を徹底して取り入れることを語っていました。つまり、通常は気にしないが仕事に集中するときにグルテンフリー生活を心がけるスタイルです。 最近の生活から見て、平野の仕様は何か大きな仕事が控えている可能性が高いです。すでに彼の歌う楽曲の制作が進行中であり、戸部からのデビューは秒読み状態とも言われています。仕事に集中するために肌や体調を整える必要があり、食生活もそれに合わせていたのかもしれません。 ファンの前で金プリ時代よりも引き締まった美ボディを披露する日も近いかもしれませんね。結論。平野紫耀のグルテンフリー生活についての情報が明らかになり、彼のデビューに向けた体づくりが進行中であることがわかりました。彼の美ボディ化計画に注目が集まり、ファンたちは今後の彼の活動を楽しみにしていることでしょう。読者への挨拶。 皆さん、今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野の仕様の健康に対する取り組みや美ボディー化計画についての情報をお伝えしました。今後の平野仕様の活動に注目しましょう。どうぞお楽しみに。